すいません、質問失礼します。全然話今までのと違うんですけれども、今の日本の国会議員の年齢ですね、まあ、昨今定年の話もいっぱい出てるんですけど、自民党さんなんか去年の時点で80歳超えてる方が4名もおられるみたいな。で、大臣さんとか要職についてる方の高齢化っていうのがすごい気になるんです。今の若い人たちが政治に関心を持たない理由の一つにもなってると思いますし、車の運転で高齢者が事故を起こすなんていうのがテレビとかですごく問題によく取り上げられるんですけど、75歳で免許証を返納しろっていうようなことを言ってるような国が75歳を超えて国の運転ができるのかっていう話なんですよね。今の若い人たちにもっと夢を持たすためにも定年制っていうのをもっと真剣に考えてほしいと僕は思うんですが、山本さんはどうお考えでしょうか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからご質問をいただき、それに対して山本がお答えをさせていただいているところでございます。お時間ない方どうかチラシだけでもお手に取っていただければ幸いです。ご質問いただいた方ありがとうございます。定年制についてどう考えるか、特に国会議員の定年だということですね。かなり高齢化をしている国会、バリアフリー化必要ですね、本当に。で、なかなかバリアフリー化が進まなかった国会において、重度障害者、そして難病患者、ベッド型の車椅子2台が入った途端に、バリアフリー化が進んだんですね。でもこれは彼らのためというよりかは、それ以外の方々、高齢化している国会にとっても非常に必要なことだったと思っています。サイレンが鳴っているので一度切ります。失礼いたしました。令和新選組代表山本太郎、皆さんからのご質問にお答えをしているところです。ご質問ありがとうございます。で、その高齢者になった高齢の国会議員たちに対して、これはやっぱり定年制ってことで一定キャップをはめる必要があるんじゃないかというお話だと思います。そこには議論が必要だとは思うんですけど、私自身が考えることは、その人が例えばですけれども、どのような能力を持っているかということが一番重要なんだろうと思います。で、何よりもその高齢者というか人生経験豊富、国会の中のこともよく分かってて、こういう時には何をすればいいかという知恵者は確かに必要なんですよ。だからそういった部分で年齢でキャップをはめるということがいいか悪いかって問題だと思うんです。私はできればそれはしない方がいいんじゃないかと思ってます。じゃあそこに対して一つ、皆さんにはもうすでにジャッジする権利与えられてるんですよ。選挙で選ばれるってことなんです。で、この人もさすがに仕事無理だろうって、普段から何言ってるかわからないし、どんな仕事してるかもわかんないしって、ただ名誉職的にずっと国会議員やってるだけじゃないのっていう人を、もしもそう感じる人が多いのであるならば、議席を失うことになります。ただ一番の問題は 50% 近い方々が選挙投票捨てちゃってるんですね。だからどうしても組織票が強いとか、そういう方々がやっぱり生き残っちゃう。そういった意味でもう80代まで政治の現役でやられてる方々の選挙区ってかなり鉄板ですよね。だからそういった意味でジャッジがちゃんと行われているのかという部分に関しては、ちゃんと行われているとは言い難いけれど、でも票を捨てているのは有権者の方なんだっていうのが非常に痛いところであると。話戻ると、その国会に対して定年制を敷くということに対してどう思うかってことですけど、私は定年制というよりかは選挙によって選挙民がジャッジされる、ジャッジするということで、そこは決めていただきたいなと思います。本当に先輩方でも知恵者っていうのは非常に助かることが多いです。特にこれから先いろんな諸外国との揉め事であったりとか、そういう部分を先人からの知恵を受け継いでいるというような高齢の議員の方もいらっしゃるでしょうから、そこをジャッジするならば私は選挙民に任せるという道が一番いいんじゃないかなと感じます。ありがとうございます。